エリンコートとは日本の競走馬である。主な勝ち鞍は2011年の優駿牝馬。馬名はアイルランドの宮廷を意味する。2010年7月25日の函館の芝 1200メートルの新馬戦でデビューしたが3着に敗れる。続く未勝利戦も3着となる。その後、札幌の芝 1500メートルの未勝利戦に父、デュランダルの主戦騎手を務めた池添健一を鞍上に出走して初勝利を挙げた。続いて出走した京都の白菊賞は4着だった。1月16日の京都競馬3歳500万、下条件競争で6着の後、中1週で同条件競争に出走したが4着、休養した後に3月27日の同条件競争で1着。桜花賞を除外されたため、同日の忘れな、ぐさ賞で2出走し3勝目を挙げた。その後は、優駿牝馬に出走し7番人気であったが、雨が降る中直線で力強く抜け出し勝利。3連勝で初 GI 制覇を飾った。鞍上の後藤弘樹はクラシック44回目の挑戦で初勝利、調教師の笹田和秀とデュランダル3区は GI 初勝利となった。秋初戦はローズステークスでは前でレースを進めたが10着に敗れ、秋華賞も10着と惨敗した。続く、エリザベス女王杯も12着に敗れる。初戦の京都牝馬ステークスに出走、11着であった。休養した後に6月17日のマーメイドステークスは後方で待機したが直線で伸びを欠き7着に終わった。続く、クイーンステークスもアイムユアーズの7着に敗れる。明け5歳の初戦で2013年3月10日の中山牝馬ステークスに出走し、16着と敗れた。これを受けて陣営が繁殖入りを決断し、3月14日付で競走馬登録を抹消して、現役を引退、北海道千歳市の社台ファームで繁殖牝馬となることが決定した。2021年6月23日現在、ありがとうございます。